取れてる。これは番組になりますので、一つ岡村孝子さんの夢を諦めないでっていうのが、中学生の時の音楽コンクールでやってて、たまたまのガズレレっていうフェイスブックのところで、初心者の方が一生懸命弾いてはったの真似しようと思って、こっちは4つレレ、4つ弾きのやつが分かりやすく書いてあったんで、こういう風に結構大変やけど手書きで書きました。これを元にやろうと思います。夢を諦めないで、岡村孝子さん。ワン、ツー、サン、はい。かわいい空に続く坂道、後ろ姿が小さくなる、優しい言葉探せですか。抜きます。あ、楽しかった。ました。あ、ほんまですか。ありがとうございます。あ、楽しかった。